こんにちは、日本語クラスです。 JLPT-N2 語彙の問題をします。テストの練習問題です。本当の、JLPT-N2 のテストの練習問題をしましょう。英語だと Practice Questions です。はい、JLPT の N2 の本当のテスト、文字語彙のテストは問題の種類ですね。問題の種類が6あります。はい。パターンが6あります。いろいろな問題があります。そして今日はこの6番のこの種類のこのパターンの問題をしようと思います。はい。これですね。どういう問題か。それは例がこれです。ぎっしり。この言葉。どうやって使いますか？それが問題です。ぎっしりの使い方。1、ぎっしり、2、ぎっしり、3、ぎっしり、4、ぎっしり、書いてあります。どれが正しいですか？これ一つしか正しい答えがありません。これが6番の問題です。はい。この6の問題ですね。で、本当の試験の時は、この6は多分5つ問題が出ます。5つの問題が出ます。ですので、今日は私と練習するのは7。7つ練習してみましょう。はい。はい、じゃあ。で、今日は問題を皆さんがして、それから私がすぐ説明します。で、次問題2して、すぐ私が説明します。はい、これを1、2、3、4、5、6、7しましょう。で、最後にその問題の復習の問題をしましょう。はい。ですので、ぜひ頑張ってください。では、問題いきましょう。これです。まず1番がさっきのぎっしり。この問題です。じゃあ、私何も言いませんから、自分で読んで、ちょっとしてください。どれか1つだけぎっしりの使い方が正しい、OK のものがあります。3つはブーです。ダメです。はい。どれが丸ですか？どれですか？読んで考えてください。どうぞ。はい、では私が読みます。読みますが、先に漢字の読み方、ヒント、これです。でも、本当の試験の時は、この漢字の読み方は書いていないと思います。今は練習ですから、読み仮名を見せますね。じゃあ、1、読みます。1、太陽がぎっしりと照っている。2、本棚に本がぎっしり詰まっている。3、雨に濡れてしまって服がぎっしりだ。4、我屋さんは私の話をぎっしり聞いてくれた。どれが丸ですか？何番が丸だと思いますか？はい、答えは、ちょっと待ってください。意味言います。ぎっしりの意味は、ある場所に、どこかに、ものがたくさん入っていることです。入っている。ですから、答えは、2番です。そうです。2番。2番読みます。本棚に本がぎっしり詰まっている。これです。はい。ぎっしりというのは、いっぱい。もういっぱいです。他に入りません。その意味です。本棚は分かりますね。本が置いてあるところですね。本が置いてある棚です。はい。そこにも本がたくさんです。もう新しい本を入れることができない。その意味です。ぎっしり。ぎっしりぎっしり。ぎっしりの使い方で見せます。これです。見たことがありますか？食べたことがありますか？お弁当ですね。はい。弁当でもいいです。はい。お弁当だと綺麗な日本語ですね。これ、
よく見ると、お、私のこれは出てない。ここに、米、お米がいっぱいですね。だから、ここでぎっしり使います。ぎっしり。これ、お弁当箱ですね。お弁当箱にお米がぎっしりと入っているです。ぎっしりと、とは、と言わなくてもいいです。どちらでも大丈夫です。お弁当箱にお米がぎっしりと入っている。美味しそうですね。こうやってどこかの場所に何かがたくさんもう他に入らない、いっぱいという時に言います。ぎっしりってね。はい、じゃあ他も、説明します。まず一番は太陽がぎっしりと照っているじゃなくてギラギラがいいです。はい。で、太陽は大丈夫ですか？太陽はサンですね。サン。天気がいいです。今日は晴れています。外にとても明るいものありますね。あれサンですね。太陽があります。太陽サンがとても強い。うわ、今日はとってもいい天気だ。暑いし、もう、あ、眩しいと言います。あ、ね。もう眩しくて、もう目を開けることができない。そのぐらいの時、太陽が照ると言います。太陽が照る。はい、照るって言うんですね。照りますと言います。照りますはまだ難しいから、そんなに覚えなくていいですよ。ただ、ギラギラ覚えるといいです。太陽がギラギラと照っている。もうとてもギラギラと照ってるから、もう 目が痛いから、もうサングラスをかけますね。あってね、あ、サングラスかければ大丈夫ですね。これこれこれ。ギラギラです。ギラギラ。ギラギラは日本の場合だったら、8月とか、まあ、一番暑い時、もう本当に太陽がとっても強い、わっという時です。ギラギラ。ギラギラと照る。うん、太陽がギラギラしているとも言いますよ。はい。じゃあ、3ですね。3は、3もね、もうぜひ覚えましょう。3は、雨に濡れてしまって服がぎっしりだじゃなくてびっしょりびっしょりです。びっしょりは雨に濡れますわ雨が降っています。傘を持っていません。雨、水、私にたくさん服の中に水が入りますね。服が重くなります。水で、でもう水水水、わもう服がびっしょりだ。これです。びっしょり、水でいっぱいということ。びっしょり、びっしょり、びっしょりです。はい。で、4番。我屋さんは私の話をぎっしり聞いてくれた。じゃなくて、よくとか、よく聞いてくれた。OK。じっくり聞いてくれた。OK。じっくりは、何も、まあそうですね。はい。相手のその人の話を、うんうん、うんうん、うんうん。よーく聞きます。うん、そう、うん、そうですか。ね、そう、うん、うん、そうなんだ。うん、じっくりです。はい。ちゃんとその人の顔を見て、うん、うんって聞くことね。何かしながら、あ、そうなの？え、どうしたの？ね、ちょっと、今聞いてなかった。とかじゃなく、ちゃんとその人を見て聞くがじっくりです。しっかり、それも同じです。しっかり話を聞く。しっかり聞いてくれた。よく聞いてくれた。と同じです。はい。でした。じゃあ次行きましょう。2番の問題、これです。どうぞ、自分でしましょう。漢字の読み方です。これです。読みます。うんざり、うんざり。1、彼のうんざりした話に感動した。2、電車で隣に座った人をうんざり見た。3、親の説教にうんざりしている。4、
10年以上会っていない友達に駅でうんざり会った。答えは何番だと思いますか？答えは、あ、ごめんなさい、答え言う前に意味です。意味は何かをたくさんして嫌になることです。嫌になること。嫌なのはどれですかね。いやいやいや、3です。3、親の説教にうんざりしている。はい、説教わからないと難しいですね。まず親は大丈夫ですね。親は自分のお父さんお母さんのことです。親、2人のことです。両親とも言います。親でもいいですよ。私の親ってね。親の説教、説教は親が子供に怒ることです。まあ、例えばお父さんお母さんが子供に、あなた全然勉強しないでしょ、もう月曜日から日曜日までずっとゲームして遊んでるでしょ、いつ勉強してるの、あなた高校本当に行きたい、高校の勉強してるんですかって、ね、お母さんとても怒ります。でそれで例えばその時にお母さんとかが、あのね、子供の時にちゃんと勉強しないと大人になってから大変だよ、いい大学にも行けないしとかね、例えばね。こうでそれを子供はいつも聞きます。あ、またお母さん同じこと話してる、分かった分かった、そうだね、勉強した方がいいよね、ゲームは意味がないよね、これです。お父さんお母さんもちろん心配ですからね。ね、叱りますよね。叱ります。でもいつもこう、今何し勉強しないとあなた将来大変、これから大変とかね、そういうことです。お父さんもね、本当は この時もっと勉強しておけばよかったと思っているんだよ、ね。あなたは今はまだ中学生なんだからもっと勉強しなさい。そしたら将来とってもいいから、ね、いい会社に入れるとかね、例えば、それ、説教です。説教すると言います。説教する、運動する、勉強する、これ、名詞する、同じです。勉強する、説教する、散歩する、でね。だから、説教で名詞ですね。親の説教に、名詞にうんざりしている。もう嫌だ。もうやめて。これですね。いや。もうたくさんして。これですね。説教をたくさんして。もう嫌だ。もう何回も同じ話聞いた。もうわかったわかった。もうわかった。勉強する、勉強するからさ、ってね。まあ本当にするかわかりませんけどね。それがうんざりするです。はい。説教じゃなくてもね。うんざりすることね、他にもありますね。いろいろ何かが嫌になることです。だからネガティブなマイナスの悪い意味ですね。うんざりです。うんざりするで覚えましょう。はい。じゃあ1番からいきます。1番、彼のうんざりした話に感動した。ここ見て、感動。感動の意味は？感動はハートが。はあ、素晴らしいです。いいですね。と思うことです。例えば、いい映画を見ました。とてもいい映画を見て、ああ、とてもいい映画だ。はあ、素晴らしいなと思う。それが感動するです。だから、うんざりすると、うんざりは悪いことね。悪いことと感動しますは一緒に使いません。違う。1は違う。1は彼の素晴らしい。ね、素晴らしい話に感動したは OK です。2番、電車で隣に座った人をうんざり見た。いや使わないですよ。うんざり見た、ね、答えはちらっと、ちらりと、これがいいです。意味はちょっとの意味です。これですね、電車で自分が電車乗りました。で座りました。で隣の席に知らない人ね、座りますね。誰か座って、でじゃあ例えばですけど、じゃあ
この人が、あれ？この人、有名な人？テレビで見たことがある人かもしれないと思います。で、でもあんまりのこと、誰ですか？ね、話したら良くないから、え、この人誰だろうと。ちょっと見ます。これ、ちらりと。ちらっとです。まあ、ちらっとの方が使いやすいかもしれない。ちらりの方が、ちょっと丁寧、綺麗なイメージが私はありますね。ちらっとでいいですよ。ちらっと。ちらっと。ちょっと。です。ちらっと。誰？これダメですよ。ちらっと。ちょっと。ね。これです。ちらりと。ちらりと見るで一緒に使います。ちらっと見るで使います。ちらっと勉強するとか使わないです。ちらっと見る。見る見る。見るだけね。で、最後4番。10年以上会っていない友達に駅でうんざりやった。違います。うんざりじゃなくて、ばったり、ばったり、ばったり覚えてくださいね。これ N2 ですよ。N2 ね。意味は、偶然と同じですね。偶然。隣の偶然と同じ。偶然、まあ、英語だとこれですね。bump into a friend が by chance、まあ、偶然 by chance ですね。約束していません。友達と約束していないけど、自分が駅に行ったら友達が、あ、元気？もう10年会っていないよね。元気だった？今何してるの？かね、それそれ。それです。約束していないのに会いました。これがばったりです。ばったり。ばったり会う。一緒に使います。ばったり会います。ね。はい。約束していない人と会います。これ、ばったりって言います。面白い言葉ですよね。N2 なんですね。覚えてくださいね。ばったりも、ちらっとちらりと、これも N2 です。覚えましょう。もちろん、うんざりもね。うんざりもです。はい、素晴らしいはもう N3 でも出てきてますからね。じゃあ次行きましょう。問題3です。これです。どうぞ頑張ってください。漢字の読み方、どうぞ。はい、では読みます。3、手当て。1、海外にいる友達から手当ての手紙をもらって嬉しかった。2、子供の頃、母が手当ての服をよく作ってくれた。3、この店は手当てが足りないので、アルバイトを募集している。4、転んで怪我をしてしまったので、病院へ行って手当てしてもらった。どれでしょうか？手当ての使い方、これです。怪我を手当てする。これで使います。怪我を手当てする。だから答えは4ですね。はい、4です。4番です。転んで怪我をしてしまったので、病院へ行って手当てしてもらった。これは、まず転んで、転びます。転びます。大丈夫ですか？こう歩いていて、歩いていて、何か石、大きな石があったりして、ガクッとね、足がガクッとね、うわ、痛い、足が痛いとね、これ、足に怪我とか、まあ、手でもいいですね、毛、うわっと言って、こう、手でパッてついた、手痛いのにですね。じゃ手にしましょうか。手、怪我しました、痛い。怪我をしましたから、病院に行って、わ、すいません、さっき、転んでしまいました。怪我しました。血が出ています。痛いんです。ね、で、言って、あ、大丈夫ですか？じゃあすぐね、ここちょっと洗いましょう。
で水で洗って、その後薬をつけて、で、あ、じゃあちょっとね、あんまり良くないから、じゃあちょっとこういうので、ね、巻きましょうってね、こうやって、大丈夫ですか？こうやってする。これ、手当て。これ、手当てです。はい。あ、大丈夫です。あの、これで、はい。今まだ痛いですけど、ね、これ、手当てです。怪我したから、きれいにして、洗って、薬つけて、こうやって、何かすることです。あ、いつも絶対これするのが手当てじゃないです。何か怪我をしたから、あの、怪我してもっと悪くならないように、何かちょっと、まあ、治療でもいいです。治療ってちょっと難しいけど、治すことね。それです。それが手当てです。N2 で大切なのは、怪我を手当てする。これで覚えてください。N2 ではこれが出やすいです。はい、手当て。じゃあ、1番からいきましょう。他は全部手当てじゃないです。海外にいる友達から手当ての手紙。おぉ、手書きですね。手書きの手紙。手書きの手紙はペンで。ペンで書きました。それです。パソコンで、E メールで送ります。じゃなくて、手で、ペンで書いて、ね、綺麗な手紙に書いて、で、送ります。それ、手書き、手書きの手紙。嬉しいですね。手書きの手紙ね。最近書かないですからね。2番、子供の頃、まず子供の頃、頃は、時ですね。子供の時、私が子供の時、母が、お母さんが、手当ての服じゃなくて、手作りの服、手作りは、お母さんが、服を作ってくれます。お母さんが服を作ります。子供の服を作ります。ね、これ作ったからあなた着てください。ね。ハンドメイドですね。ハンドメイド。手作りの服をよく作ってくれた。はい。いいですね。私の母はよく作ってくれました。はい。3番。この店は手当てが足りない。これですね。これ3番結構大切。手当てじゃなくて、人でと言いましょう。人の手と書きます。人の手。人手が足りない。足りないは、ないですね。少ない。もっと欲しい。その意味です。足りない。lack です。英語だと lack。あ、ペンが lack ね。だから、まあ、英語だとこれね。to lack manpower と書きました。あの、この店は人手が足りない。はい。あの、働いている人が、店大きい。店大きいですが、働いてる人が3人しかいません。1人はキッチン作ってる。で、2人の人がホールでお客様いらっしゃいませとかしてます。でも、この店とっても人気があります。お客さんたくさん来る。3人でします。仕事。大変。人手が足りない。誰か手伝ってください。ね、それ、人手が足りないって言います。だから、アルバイトを募集。募集ね、これは集めます。アルバイトの人来てください。お願いします。ですね。募集します。です。はい。でした。でしたので、答えは4番ですね。怪我を手当てする。で、覚えましょう。じゃ次行きましょう。4番です。頑張ってください。どうぞ。読み方です。漢字読み方です。読みます。風。これ風じゃないです。風です。風との読みますが、この N2 の問題では風と出るはずです。風です。1. この辺にはヨーロッパ風の建物がたくさん建っている。2. マハットさんは運動を日常風に行っている。3. この服はなんだか似た風が悪い。4. アハマドさんは
立体風のある絵を描くのが上手だ。はい、では風、使い方はこれです。使い方は名詞、 N は noun です。名詞のことです。 noun、 名詞、名詞と風一緒に使います。意味は名詞みたいなの意味です。みたい、大丈夫です。似ている、 similar、 そんな意味です。名詞っぽいとも言いますよね。何々っぽいみたいなでもいいですよね。ぽいみたいな、同じですね。意味同じですね。じゃあ答えは、はい、答えは1です。1番できましたか。1、読みます。この辺にはヨーロッパ風の建物がたくさん建っている。はい。この辺、この辺というのは、この場所の意味です。この辺、このあたりとも言います。この場所のことね。ここの近く、周辺とも言います。難しい言葉だと周辺。ここの周り、近く。この辺には、ヨーロッパ。ヨーロッパ、大丈夫？ヨーロピアン。イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、ね、それですね。イタリアとかね、ポーランドとか、あっちですね。西の方ですね。ヨーロッパ。日本はアジアですね。ヨーロッパ。ヨーロッパ風の建物がたくさん。ヨーロッパみたいな建物が建っています。あります。その意味です。だから使い方が書きました。ここに赤いところですね。例えば、日本風の庭、ガーデンですね。日本風の庭、ガーデン。外国に行くと、日本、ジャパニーズガーデンありますよね。日本の木があって、庭が大きい庭で、本当にまるで日本のように綺麗にしている庭、私見たことがあります。日本風の庭、はい。とか、2番ね、次のはインド風カレー。これもですね、よく使いますね。カレー食べたことがありますか？日本人もカレーをよく食べます。カレー、インドの人がよく食べているカレーを、まあちょっと日本の味に変わってますね、日本だとね。だけど、よく日本だと、あ、これは本当にインドの人が食べているカレーに近いです。似ています。ね、これ、インド風のカレーですよ。美味しいですよ。食べてください。それです。インドみたいなカレーです。100% インドじゃないんですけど、まあ 80% ぐらいインド、そんな意味ですね。そして最後、これ漢字は、西洋、西洋。西洋はヨーロッパと同じです。意味ね。西洋、西洋風の建物。はい。だからここ西洋風の建物でも OK です。西洋風の建物、日本、例えばどこにあるか紹介します。例えばこちらです。東京駅。です。東京駅です。駅です。駅、駅、東京駅、東京ステーションです。行ったことがありますか？これが東京駅の昼の写真です。ね、これね、人がたくさんいますが、これね、日本なんですよ。ね、ちょっと日本らしくないですよね。でもヨーロッパにのデザインを入れて作っています。で、その中がこれです。駅の中がこういうふうになっています。とても綺麗ですね。で、夜はこのように、ここですかね。あ、ちょっと、ごめんなさい。ちょっと場所が違います。実はこれですね、とてもこう、ビーって長いんですね。ビーって長いんですね。ちょっと違う場所のとこですが、夜はとてもこうライトアップ、電気がついてすごく綺麗になっています。はい。で、
よいしょ。そう。だから、ここにも書きました。東京駅は西洋風の建物だ。ね。ね。東京駅は西洋風の建物だ。です。はい。ぜひ行ってみてください。で、じゃあ次行きましょう。2番説明します。2番。マハットさんは、運動を日常的に行っている。OK です。日常的にと言ったら、これは毎日、デイリーです。いつものことです。結果、水、木、金、土、日だって、運動します。しません。します。しません。します。じゃなくて、いつもしてます。します、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 します。これが日常的。いつもします。日常的です。で、マハットさんは、運動をいつもしていますよ。その意味です。ここ、行っているは、するの意味ですよね。ちょっと難しい言い方の、するですね。行っているです。3番。この服は、なんだか、見た目が悪い。OK です。見た目だったらいいです。なんだかは、どうしてかわからないですが、そういう意味です。どうしてかわからないです。でも、見た目が悪い。見た目が悪い意味は、looks bad です。looks bad。人が見て、綺麗に見えません。それです。なんか、体が大きく見えます。とかね。なんか、デザインがあんまり良くないと思う。ね、これです。見た目が悪い。そう。ありますよね。自分にはいい服。自分にはあんまりこう似合わない、良くない、フィットしないけど、他の人、友達には同じ服、よくすごく素敵に見えます。私はダメ。私が着るとすごく見た目が悪くなる。それです。はい。見た目です。着てみた時の様子。着てみたときどうですか？いいですか？悪いですか？それが見た目です。だから、見た目が悪いの反対は、見た目がいいです。もちろん見た目がいいです。とてもいいです。素敵ってことです。ね。最後、これも大切です。4番、アハマドさんは、立体風、風じゃなくて、立体感。感、感、感。感です。OK。感動しますの感ですね。立体感のある絵。立体感のある絵を描くのが上手だ。がいいです。はい。立体感。これ大切なので、ちょっと説明、見せますね。まあ、最近に言うと、立体感のある絵は、painting that looks three dimensional ですね。これですね。立体感。立体感って何でしょう？これちょっと見てください。この A の日本語と B の日本語、これ何が違いますか？はい、そうです。立体感です。これです。立体感。B の方はちょっとなんかですよね。なんかこうこれできないね、私ね。ちょっとこう大きく見えますよね。こう後ろに何かある。そういうふうに見えますよね。そう。これが立体感です。B の方が立体感。でも A の方は、こう、ただ、まっすぐですよね。そのまま。でも B は、こうあったら、なんか後ろにこう、何かが見えるし、ね。これが立体感です。これ、絵を描くときもそうですよね。絵があんまり上手じゃない人は、立体感がある、こういうふうな絵を描くの難しいですよね。うん、だから、アハマドさんは、これ、絵が上手という意味ですよ。アハマドさんは、立体感のある絵を描くことができます。とてもうまいです。上手。だから、描くのが上手だという意味です。立体感、立体感、立体感。やりましょう、立体感。はい、次いきます。次です。5番です。頑張ってください。どうぞ。
漢字の読み方です。どうぞ。読みます。五、ざっと。一、電車に老人が乗ってくると柴さんはざっと席を譲った。二、今日はざっと仕事を終わらせて早く帰ろう。三、この本をざっと読むなら1時間くらいで読み終わると思う。4. この小説はざっと読めば読むほど面白くなるのでもう3回読んだ。はい、ではざっとの使い方です。ざっとの使い方これです。ざっと V する。 V は動詞です。 Verb です。ざっとと Verb 一緒に使います。意味はだいたいとか、だいたい大切なところだけ何々する、大切なところだけ何をする、何かをするんですね。大切なところだけ。答えは3です。はい、3読みますね。この本をざっと読むなら1時間くらいで読み終わると思う。これ、ざっと読む。ざっと読む。ざっと読むでよくテストに出ます。N2 はよくそうです。ざっと読むで覚えましょう。ざっと読むは、大切なところだけを早く読むことです。大切なところだけを早く読む。はい。roughly とか、in outline って書きましたけど、大切なところだけ。例えばね、まあ、本がこうあって、なんか、どうしましょうか。こう本があるんだけど、こう、本がこう、たくさんある。ね、読むところたくさんある、ね、初めからこうゆっくり読んだら、ね、大変ですよね。時間かかりますね。だけどざっと読むんだったらってこと ね読むんだったら、ざっと読むんだったら、もし読む、もしです、ね、読むんだったら、たら、うーんね、ここ大切なこと書いてある。ここはいい、関係ない。大事じゃない。次。ここ大切。はい、次。はい、終わった。全部。大体、読みました。それ。それが、ざっと読むです。今、ゆっくり読んでないですよね。大切なところだけ、ま、探して読む。それです。はい、なのでざっと読むで覚えましょう。ざっと読む、ざっと読む、ざっと読む、一緒にね。はい、で他の、じゃあですね、ざっと読むの反対の言葉が4番でした。4番はこの小説はざっと読めば読むほど、読めば読むほど、これ N3 の文法ですね。読めば、本を読みます、もっと読みます、もっと読みます、もっと読みます。たくさん読むと、読む、面白くなる。あ、ちょっと面白い。あ、もっと面白い。あ、もっと面白い。もっと面白い。それです。読めば読むほどですね。食べれば食べるほどでもいいですよ。例えば、ものね。食べれば食べるほど好きになる。何がいいかな。日本の食べ物にしましょうか。日本の食べ物は食べれば食べるほど好きになります。ね。はい。もちろん日本語の勉強でもいい。日本語の勉強はすればするほど面白くなります。難しくなります。でもね、そうそう。ほど。で、これはざっとじゃないですね。
ざっとじゃない、読めば読むほどだから、もうたくさん読みますね、読めば読むほど。ああってね、そんな急いで読まないね。一回全部読んだ。面白かった。もう一回ちゃんと読みましょう。ね。最初から読もう。あ、そっか。ね。ちゃんと、ああって言ったら。ああ、次も、ああ、ちゃんとゆっくりだね。ゆっくり読みます。それそれ。それが、じっくり読みますと言います。よく読む。最初から最後まで全部しっかり読みます。ちゃんと読みます。それはじっくり、じっくりです。がいいです。じっくり読めば読むほど。OK、英語だと、まあ、slowly and carefully ですね。ゆっくり、そして注意して読みます。はい、じっくり。はい、じゃあ、戻ります。1番。電車に老人が乗ってくると。老人はおじいさん、おばあさんのことです。老人が乗ってくると、柴さんはざっと席を譲った。ざっとじゃなくて、さっと、さっと、すぐにです。さっとはすぐにの意味です。すぐに、quickly の意味です。だから、電車に乗っていました。柴さんは電車に乗っていた。ね、私、柴さん。柴さん乗っていました。うーんって電車乗ってたら、おじいさんが来ました、ね。おじいさん来て、あ、おじいさんは足が良くない、ね。歩くのが大変だと思った。だから、あ、どうぞおじいさん、どうぞ、私の席、どうぞ。ね、これ。ただごめんね、さっと席を譲るだと、もうね、おじいさん来ましたと思ったら、あ、おじいさんだ、席どうぞ、もうすぐです。さっ、これ、すぐ、さっ、すぐにどうぞします。譲るですね、席を譲る。私の席を使ってください。それが譲りますです。譲ります。もちろんお金くださいしないですよね。譲りますはお金もらいません。私のものあげます。譲りますです。はい。ざっとじゃなくて、さっと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 、すぐにの意味ですね。はい。で、2番は、今日はざっと仕事を終わらせて早く帰ろう。ざっとじゃなくて、さっさと、さっさと、さっさと、意味、すぐに、quickly。あ、じゃあ、さっさととさっと、意味同じ、意味同じ、使い方同じ、意味一緒ですね、同じです。でも、使い方違いますので、見せます。使い方は、例えばこれです。さっととさっ、さっさとさっとね、意味、使い方違う。はい、さっさとの時は、さっさと、の終わらせる。よく使います。何かをすぐ終わりにする。それも嫌なことです。あまり好きじゃないことを終わりにする。すぐに終わりにする。好きじゃないことですから、宿題。好きじゃないですね。私も好きじゃないです。宿題、学校の宿題。とか、掃除、部屋の掃除、部屋の片付け、したくないですね。嫌ですね。まあね、気持ちがいいですけどね、いつもするの大変ですね。掃除、嫌なこと。主に嫌なことに言います。さっさと何か嫌なことを終わりにします。これです。その時はさっさと使います。さっと宿題を終わらせれば、まあ、言ってもいいんですけど、意味変わりますね。で、皆さん N2 の時を覚えるんだったら、さっさと何々終わらせる。で、使うといいです。ああ、今日宿題がある。ああ、でも今日ゲームした。ああ、でも宿題やらなければいけない。ああ、もうじゃあいいや。ゲームする前に、さっさと宿題を終わらせてしまおう。それからゲームしよう。それです。さっさと、さっさと。だからよく、早く。さっさと宿題終わりにして、ね。さっさと何々終わりにして。さっさと宿題終わりにして、早くお風呂に入りなさい。とか、お母さんが言ったりします。ね。はい。すぐに。早く早く。それです。はい。でした。じゃあ、次行きましょう。問題6。どうぞ。
漢字の読み方です。どうぞ。読みます。6、なだらかな。1、あの学校のルールは私の学校よりなだらかだ。2、なだらかな坂道を登っていったら海が見えてきた。3、タパさんはなだらかな性格なので友達がたくさんいる。4、10年間 IT の仕事をしてきたが、なだらかに野菜を作る仕事に変えることにした。はい、どれでしょうか。なだらかなは、使い方はこれです。なだらかな坂。これで覚えてください。そうですから答えは2番ですね。2番なんですね。これね、難しいと思います。なだらか。大丈夫ですよ。今日できなくても大丈夫です。今日覚えればいいです。大丈夫、大丈夫。なだらか。読みます。なだらかな坂道を登っていったら海が見えてきた。坂道、大丈夫ですか？坂道は、これですね、歩いて、道です。道、歩きます。で、こう、高くなっています。こうまっすぐ。ちょっとごめんなさい。こっちの方か。なんだ。こうして、こうなってますね。登りますね。高くなります。道が高くなります。これが、ここが坂です。坂。で、なだらかな坂っていうのはこんな坂です。はい、これちょっとだけ、ちょっとこうじゃなくて、ガッて坂大変じゃなくて、ちょっとだけ、ちょっとだけ高くなっている。ちょっといいですか。ちょっとだけ、ちょっとだけ高くなります。うーってね。これがなだらかな坂道です。はい。とても大変じゃなくて、まあ、ちょっとだけ高くなる。はい。なだらかと言います。はい。なだらかな坂。ねえ。から、なだらかな坂道を登っていったら、こう上がるというね、登ります。上がっていったら、海が見えてきました。あ、海だ。ね。上から綺麗な海が見えます。綺麗。それです。で、なだらか、同じ言い方は、ゆるやかなです。ゆるやかな坂道でもいいです。ゆるいは、勉強したことある人、いると思いますよ。ゆるい。ね。N3 でもしていたかなと思いますね。ゆるいってね。この時は意味同じです。なだらかな坂道、ゆるやかな坂道、どちらも OK です。じゃあ、1は、ね、いきましょう。あの学校のルール。ルールは規則、学校で守らなければいけないことです。ルールです。例えば、学校、そうですね、学校。そうだね。あの学校で、例えば髪の毛、例えばですよ、高校とかだと、日本の高校とかだと、髪の毛は、うちの、ここの学校では、髪はみんな黒にしなければいけません。髪を、ね、綺麗な色に、別の色、例えばピンクにしますとか、そうですね、金髪っていうんですけど、金、ゴールドにしますとか、ダメですよ。ね、それぞれ。で、あの学校のルール、これがルールね、これ一つ決まっています。ルールは、私の学校より、なだらかじゃなくて、ゆるいと言いますよ。ゆるい、OK。ゆるいとか、厳しくない、OK。ルーズです。英語。厳しくない。ね。そう。
いい気をしたから厳しくないだじゃなくて厳しくない終わりね。これなだらかはあのな形容詞だからなだらかだ書きましたけどね。ゆるいが学校より厳しくないです。はい。だから、意味は私の学校は厳しいんですね。私の学校は髪の毛はみんな黒でなければいけません。でもあの学校は髪ピンクでもいいです。それあの学校はピンクでもいい。私の学校は黒絶対黒。だからあの学校は緩い。ルールが緩い。と言います。それ、厳しくない。ね。まあ今のルールは例ですよ。例えばね。はい、じゃあ、3番いきましょう。タッパーさんは、なだらかな性格。性格はキャラクター。キャラクターです。自分の性格ね。これは N3 なので、今あまり説明しませんよ。なだらかな性格なのでじゃなくて穏やか使ってください。穏やかこれです。穏やか漢字もこれですね。穏やかは漢字も覚えましょう。 N2 です。大切。意味はマイルド。穏やかな性格といったらまずいい意味です。とてもいい意味。穏やかな性格ですね、まあ、あのまずねそんなにうるさくない、まあ、そうとってもうわー元気じゃなくて、まあ、いつもこう少し静か で怒らない、はーんって怒ったりしないで、ちゃんと人の話を聞く、うん、あのそうですね、そういう人かな。そういう人が穏やかな人。例えばじゃ あのそれはいつもこう心が静か、とてもうるさ、怒っている日もないし、とても心が落ち着いている。うん、心がね、こういつも月曜日はパーンって怒っててね、火曜日は、うん、元気ない、月曜日またとってもうるさい、元気とか、それじゃなくて、いつもまっすぐ、いつもこう静かに、うんうん、ね、こう人の話を聞いて、うんうん、うんうんっていう、そういうのです。穏やか。優しい性格ですよ。穏やか。とてもいい意味です。はい。だから、タパさんは穏やかな性格なので、友達がたくさんいる。いいと思います。はい。最後、4番は、もう全然違う言葉ですね。なだらかじゃない。10年間、IT の仕事をしてきた。IT、大丈夫ですかね。IT は、あの、パソコンのエンジニア。エンジニアリングとか、そういう仕事、パソコンを使った仕事ですね。カチャ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 、パソコン。していました。10年間していました。わあ、すごいですね。プロフェッショナル。10年間していました。でも、が、なだらかに。じゃなくて、思い切ってです。思い切って、野菜を作る仕事に変えることにした。はあ、ねえ、これ、IT の仕事と、野菜作る仕事。それも自分でこう服着て、よし、じゃあこうやってやって、野菜作るぞってね、これ。IT の仕事と野菜作る仕事、全然違うでしょ？ね。なので、全然違うことをする。新しいことをする。よし、新しいことをするぞっていうときは、ここで思い切って使います。今までのことは、一回やめて、よし、さようなら、置いて、新しいことをします。心を変えます。前の気持ちやめます。さようなら。一回切る。プシッ、プシッ、切ります。思い切って。これです。思い切って何々するです。思い切って仕事を変えます。仕事をチェンジします。はい。仕事を変えます。別の言い方は転職するです。これも N2 ですね。覚えましょう。転職と言います。仕事を変えること。それが転職です。仕事を変えます。それが転職します。です。思い切って転職します。OK ですよ。はい。はい、じゃあ、行きましょうか。次、最後の問題です。頑張ってください。どうぞ。漢字の読み方です。
読みます。7、見事。1、二十歳になれば、20歳になればでもいいです。どちらでもいいですよ。じゃあ二十歳になれば、もう見事な大人と言える。2、娘は見事な会社に就職できて喜んでいる。3、あの子は幼い妹の世話をよくする見事な子供だ。4、坊さんは画家ではないが見事な絵を描いてよく見せてくれる。はい、では見事。見事の意味はとても素晴らしいの意味です。意味はとても素晴らしい。でもよく見ると全部とても素晴らしいですよね。ですから難しい問題です。はい。答えは4です。4です。4読みます。坊さんは画家ではないが、画家というのは絵を描いて、絵を売ってお金をもらいます。それが画家です。プロフェッショナルですね。画家といったらね。はい。それ、絵を描いて、絵を売ってお金もらうから、それで生活します。そう。そのお金で生活します。でも、坊さんは画家じゃないです。画家じゃないですが、でも、見事な絵を描いて、見事な絵は、これは素晴らしい絵の意味です。素晴らしい絵を描いて、よく見せてくれます。坊さん描いて、私に見せてくれます。これ描いた。どうぞ。ね、新しい絵。あ、すごい、素晴らしいね。見事だね。って言います。はい。この時使います。でも、素晴らしい。そう。他も全部素晴らしいなんですね。はい。でもそう、他は全部立派、立派、立派、立派なですね。立派な使いましょう。先に見事なです。見事な使い方は、見事な絵、picture、絵ですね。とか、見事な景色、景色は view です。山の上、登りました。山の上、登りました。山の上から下を見ます。綺麗だ。ね、ここの景色ですね。view。見事な景色。はい。とか、見事な桜、この漢字、桜、桜ですね。桜はもう皆さんの有名ですからね。日本の花ですね。4月、春に咲きます。桜。見事な桜。はい。で、だから、使い方はこうやって。よいしょ。この山の上から見える景色は本当に見事だ。いいですね。上から見る景色は本当に見事だ。おー、本当に素敵、素晴らしい、綺麗だ。それとか、今年も桜が見事に咲いた。はい、桜は春咲きます。桜がね、全部咲いた。本当に綺麗ですからね。あの桜は本当に綺麗ですね。うわーってね、もう本当に綺麗だな。素晴らしいなというとき、このとき使います。桜が咲いた、見事に咲いたと言います。うん、で、使わないのは人に使わないです。ただ、見事な人、これを使わないだけですね。あの人は見事な人だって何は言わないですね。それより、例えばどうしても言いたいときは、ここ書かなかったんですけど、見事な、あの人は寿司を作るのが上手。寿司ってこうやってやって寿司作るんですけど、あの人は本当に寿司を作るのが上手だ。作るじゃなくてこれ握るって言うんですけど、作るのは握るのが上手だ。あの人が作った寿司は本当に美味しい。で、あの人の腕前と言います。腕前、これ N2 なんですね。 N2 の言葉、腕前は本当に見事だ。言ってもいいです。スキル、何かが上手という意味です。何かが上手、その人の何かが上手。その時に、何々、あの人の何々は
見事だ言ってもいいです、はい、でもあの人は見事な人だは言わないと思いますね。なんか変です、うん、で N2 で試験に出やすいのはここに書いたこれですね。特に特に絵、見事な絵、これでよく出ます。絵、まあ、あとは景色、ね、桜、まずこの3つ覚えておきましょう。はい、じゃあ、他1番からいきます。20歳になればもう見事な大人じゃなくて立派な大人と言える、はい、日本では日本の、まあ、法律ルールでは20歳になれば20歳から上はもう大人なんですね。20歳より下はまだ子供というふうに考えられています。だからもう20歳になった、もう20歳でしょ、もう大人ですね、あなたは大人ですね、立派な大人ということができますね。それです、あなたは大人ですね。でこの時に見事な大人とは言わないですね。立派でも立派の意味も素晴らしいの意味ですよね。そう、意味はどっちも同じなんです。でも使い方が違う。で2番、娘は見事な会社にじゃなくて立派な会社にです。立派な会社に就職、就職は会社に入ります。学生生活終わり、もうこれから毎日会社で働きます。そう、学校は行きません。それが就職ですね。で、3番、あの子は幼い妹の世話をよくする。幼いも大丈夫？幼いも N2 で出てきますね。幼いはまだとても小さいの意味です。まだ5歳とか4歳、5歳とか、もっと小さくてもいいです。幼い子供、とっても小さい。あの子はだから誰か分かりませんが、よいしょ、あの子は何々な子供だ。だからあの子、誰か、あの子も子供です。例えばじゃあ、あの子は10歳の男の子にしましょう。あの男の子はまだ10歳、男の子ね、10歳まだ小さいでしょ。その子も小さいですが、その10歳の男の子の妹います。妹はまだ5歳、幼い妹。お兄ちゃんはよく妹大丈夫って、いや一緒にご飯作ってあげるよとかね、いろいろしている、世話をする、いいお兄さんです。これとってもいいお兄さん。例えばまあ、そう、例えばじゃあ ねお父さんお母さんがいないから、このお兄さんが一生懸命妹にいろいろします、手伝ってあげますとかね、ご飯作ってあげますとか、そういうのです。妹の世話をするです。ね、いい子供ですね。あの子はいい男の子はいい子供です、いい子です。だから世話をよくする立派な子供だと言いましょう。立派ですね、素晴らしいね、偉いね、はい、でした。難しいですね。でもね、簡単にこれだけまず覚えておけばいいと思います。はい、出やすいのはまずここです。はい、では7つ頑張りました。じゃあここで、ね、いくつできましたでしょうか。全然できなくてもいいんです。今日覚えればいいんです。大丈夫。じゃあちょっと休憩します。で、この後すぐに復習しましょう。今やった問題、復習しましょう。では、復習をしましょう。先ほどの問題、1から7まで、順番は同じです。1、2、3、4、5、6、7ね。はい。問題を読んで、どちらですか？どちらで意味が正しいか選んでください。1番はぎっしりでしたね。ぎっしりは、えい。ご飯がぎっしり詰まっているお弁当を作った。OK?B、雨に濡れてしまって服がぎっしりだ。A ですか ?B ですか、どちらが丸？はい。ね、A ですよね。弁当、ね、弁当箱、写真見せましたね。
ご飯がぎっしりいっぱい、もう入りません、ぎっしりです、ぎっしりはいっぱいってその意味です。本棚に本がぎっしり入っている、それでもいいですよね。で、こっち、服がぎっしりだ、服がぎっしりだじゃなくて、びっしょりです。びっしょり、びっしょりだったらいいです。服がびっしょりだ、あー水。はい、次行きましょう。次は2番はうんざりですね。よいしょ。はい、うんざりどうですか。えい、親の説教にうんざりしている。 B、 彼女のうんざりした話に感動した。どちらですか。うんざり、うんざり、うんざり、うんざりは嫌なこと、嫌なことだからもちろん A、 嫌なことね、うんざり。勉強しなさい、いつも、もうどうしたい、いつもいつも言います、説教。彼女のうんざりした話、違う、うんざりじゃなくて素晴らしい話、とてもいい話。はい、次、手当て、手当て、手当てはね、問題がさっきと違いますね。えい、手当てが足りないのでアルバイトの募集を始めた。 B、 包丁で指を切ってしまったので自分で手当てした。手当て、手当て、手当ては、はい、 B ですね、 B ですね。B は手当てをする、怪我を手当てする、ね、あ、怪我の手当てですね、怪我の手当てをするね、 to treat the injury ですね。で、こっちの手当てが足りないので、手当てじゃなくて何が足りない、ててててて、そうそうそう、人で、人で、人手が足りないでしたよね。 to lack manpower でしたね。人手が足りない、人手が、働く人がいない、だからアルバイトの人もっと来てください、それでした。はい、お、変な風になった。よし、次です。風だね、風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 じゃなくて風。はい、えい、この服はなんだか見た風が良くない。 B、 東京駅は西洋風の建物だ。はい、もちろんこれは B でしたね。西洋風の建物だですね。はい、写真見ました。で、こっち、見た風じゃなくて、見た、見た目、見た目、OK です。見た目、見た目が悪いとか、見た目がいいと言いますね。見た目、見て、素敵ですか？素敵じゃありませんか？それです。見た目、見た目がいい、見た目が悪い。うん、次、ざっと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 は、えい、芝さんはざっと老人に席を譲った。 B、 この本をざっと読むだけなら1時間くらいだろう。はい、ざっとはB でしたよね。B、そうそうそう、B です。大切なところだけの意味でした。はい、Lovely in outline。大切なところだけ読むね。ざっと読む。で、急いで、ああ、大体大切なところを、ね、読む。ざっと読む。で、こっち、島さんはざっと老人に席を譲った。席どうぞはざっとじゃなくてさっとでしたよね。さっと。クイックですぐにの意味ですね。さっと、さっと、さっと。さっとさっとさっと。はい、なだらかな行きましょう。なだらかなはね、えい、家の前になだらかな坂道がある。 B、 ダパさんはなだらかな性格だ。はい、そうです、えいです。なだらかな坂道ね、これですよね。うーんってね、あ、ここじゃないね。坂、歩く道がちょっとだけ、ちょっとだけ高くなりますか。なだらかですね。ちょっとね。ほとんどまっすぐですが、ちょっとだけ、ちょっとだけ歩くの大変ですね。なだらか。
で、B、タパさんはなだらかな性格だ。なだらかな性格は言わない。なだらかな性格じゃなくて、穏やかな性格だ。OK、マイルド。ね。いつも怒りません。静かです。話をよく聞きます。そうです。いい意味ですね。穏やか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 。最後。見事。見事。A、娘が見事な会社に就職できて安心した。B、坊さんの描く絵はいつも見事だ。見事は B でしたね。見事な絵。絵ですね。見事だと言っているか、A ですね。見事な絵。一緒に使いますよ。よく使う。で、こっちね。娘が見事な会社に就職できて安心した。見事じゃなくて、立派なですね。素晴らしいの意味ですね。立派な。で、自分の娘、女の子供ですね。女の子供が、女の子の子供が、とてもいい会社に就職しました。会社に入ります。ね。来月からそこで働きます。だから、お母さん、お父さんは安心しました。安心は、ふぅ、よかった。もう心配しない。ふぅ、それですね。安心します。ですね。はい。でした。できましたか？ね。そう、でした。見事は使い方難しいと思います。じゃあ、問題は以上です。今日また最後にお知らせです。最近ツイッターを始めました。これです。ツイッター始めました。私の名前、Learning Japanese @日本語クラスです。もしツイッターしている人、ぜひフォローしてください。YouTube のビデオを作りましたよ。こちらに連絡しています。はい。もしよかったらお願いします。では、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また一緒に勉強しましょう。はい、ありがとうございます。さようなら。